俺だ。何？堂島組が人言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。河原さん。あの人言派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時神室社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。神室町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われている身だ。バカ言え。今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。郷田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。